つけてきてんのはせいぜい二人ってとこだ。俺に用があるんじゃねえのか。思ったより多かったな。怪我さす気はないんや。おとなしゅうついてきてくれませんか。俺らはもうあんたの正体を知っとります。やっぱり死んだっちゅうのは嘘やったんですな。ギリアさん、誰かと人違いして何の話か分かんねえよ。だがお前らは何者かは改めさせてもらう。そりゃ随分虫がええんちゃいます。お前は顔隠さなくていいのか。他の奴はみんな隠してるぞ。俺はあんたの敵ちゃいますわ。せやけど場所変えて話せませんか。ここにはすぐ大道寺の人間も来るんやろ。さあな。やっぱりお前の話は何のことだか分かんねえ。そういうことやったらまあ腕ずくで化けの皮剥がしたろ。お前らええな。相手は堂島の竜や。殺す気でかからんとやられんで。気張っていけ。シェーえい、あらやっとお顔を拝ませていただけましたな、キリュウさん。面白い。真打ち登場ってわけか。誰なんだお前らは。今からでも遅ない。あんたがおとなしゅうするんやったら全部話したる。そいつは聞けねえ相談だ。じゃあな。それでこそ堂島の竜や。誰だお前は。俺ら大阪から来ました。八代目近江連合や。桐生一馬やのうても近江くらい知っとるわな。近江のもんが横浜で何してる。決まってるでしょうが、あんたを探しに来たんです。大阪にはまだまだ桐生一馬の死なんぞ新人門がおるっちゅうことですわ。昨夜不当で襲ってきた目的は。もしほんまに桐生一馬が生きとったなら、誰かが大体的にその死を偽装したはずや。警察や役所にも顔の利く権力の持ち主がな。であんたの死んだ広島でそんな真似ができる連中といえば、真っ先に浮かぶんが大道寺一派や。そん中であんたとつながってそうな管理者を捕まえたかったんです。あんたが生きているかどうか、もし生きとったらどこにおるんか聞き出すために。
花輪のことか。ええ、まずはよそのテロリストのふりしてアメリカ産に金塊の密輸を持ちかけました。多少は怪しまれたでしょうが、気前よう手数料弾みましたんでね。そして CIA は俺の読み通り、日本での金塊輸送を大道寺に丸投げした。そこまでやって初めて俺らは大道寺の実動部隊を引きずり出せたんです。初めから CIA が大道寺に頼るのを見越してたってわけか。そうですけど、昨夜の埠頭にあんた本人がいるのを見つけた。ならもう管理者なんてに用はない。直接あんたに接触したらええ。その用済みの管理者がお迎えに来てくれたぜ。さすがですね、上流。自分をつけてきた連中を一網打尽とは。ただ確かあなたは相手を二人程度と見積もっていたはずです。結果オーライってことでいいだろう。まださらにお仲間がやってこないとも限りません。すぐに場所を変えた方がいいでしょう。そちらお名前は？名前はまだだ。近江連合のもんだってとこまでは聞いた。では続きは車の中で聞きますよ。時間はたっぷりありますから。なるほど。では近江連合は桐生一馬を探そうとして昨夜の襲撃を。ああ、ただの人違いだってのにずっと俺を桐生と呼んでる。なんぼとぼけだって無駄やで。俺は命じられた仕事を完了させるだけや。興味深いですね。あなたがそれを誰に頼まれたか全部聞くまで返しませんよ。俺の尋問はあんた一人か、花輪さん。それが何か。要するに今桐生さんに張り付いとるのはあんた一人きり。せやな。どういう意味だ。お前は何を。俺見てたぞ。今バンがわざとあの車に体当たりしてったんだよ。一緒に来てください、キリアさん。俺らはあんたに力を貸してもらいたいんや。俺はキリュウって男じゃねえ。だが、売られた喧嘩は買わせてもらう。なるほど。大道寺一派に首ははめられとるわけや。せやったら、それは俺らの方で外して差し上げます。何？シシド、やったれ。今ここにおる大道寺はそいつ一人だけや。殺しに何の躊躇もなしか。どういうつもりだ。そういうあんたは大道寺の犬になり果てたんか。何が伝説の竜や。笑わすな。花は離れてろ。みんなあんたが邪魔らしい。そのようで。シシド、どすはあかんで。キリュウさん殺してどないすんねん。ほな
半殺しでやめときます。好きにほざいても。行くぞ。さっきから小綺麗な喧嘩やな、桐生さんよ。格闘技の試合ちゃうんやぞ。俺に勝ちたいんやったら殺さな終わらんで。弾の取り合いにルールなんぞありゃせんのや。暑苦しい野郎だ。ならお前と同じ戦い方で力でねじ伏せてやるさ。試したらどないや。そうや、あんたはそっちのが本性出とるけど見かけ倒しちゃうやろな。試してみたらどうだ若造。よっしゃ、第二ラウンドや。拾えよ、構わねえぞ。殺し合いにルールはねえんだろ。老いぼれが俺に勝ったつもりでおるんか。もうええ、時間切れや。ゲリラさん、もう抵抗戦と一緒に来てください。花輪さんが死にます。あのよかったら私から話しても。おう。上流、私の言うことをよく聞いてください。あなたにとって一番大事なものは何か、一番守りたい相手は誰か、そのことを考えれば今何をすべきかすぐに分かります。つまり私のことなど構わなくていいんです。私もプロだ。こんな状況になったのは私です。花輪、クソ獅子どん、どうせ持って何する気やった。目的忘れんな。車乗れ。せやけど頭、この人たちはアモを見とったな。お前も俺もや。はよ乗れ。足のつかん飛ばしのスマホです。後でまた連絡します。初めからやり直させてください。せやけど余計な真似したら花輪さんはもう生きては帰れ。横浜の海に沈んでもらいます。どういうつもりだ。俺はあんたとゆっくり話がしたいんです。そのために時間も金もかけた。詳しくはまた後で。ここにもそろそろ殺が来る頃や。名前くらい名乗っていけ。八代目近江連合直参、渡瀬組の鶴野と言います。渡瀬組だと。うちの親父はあんたも知っての通り渡瀬勝る、近江連合本家の若頭、つまりは実質極道の頂点に立つお人です。あんたに力を借りたいっちゅうも親父の意志や。
騒がせて悪かった。すぐに出ていく。誰か血だけ吹かせてくんねえか。ええ、そういうことでしたらこちらへ。すまねえ。助かった。世話になったな。いや、俺らは別に。それにしてもすげえ喧嘩でしたね。あんたも相手の男もえらい迫力でしたよ。俺たちはもうビビっちゃってなあ。ここはホームレスのたまり場なんです。地域の花つまみですよ。住み着いてんのはみんなここへ来るまでにいろいろあった連中で、例えばほら、あそこのテントの主は最近まで看護師でした。何日か前なんて銃で撃たれた男を見てやってましたよ。銃で撃たれた？違いますって。タグ、こいつすぐに話盛るんだから。いや、持ってねえって。いたじゃねえかよ、頭もじゃもじゃの筋もんが。今もあのテントの中で寝てんだろ。大きな声出すなよ。おっと、見てください。あれ、あんたはもういた方が良さそうですよ。俺らは警察に何も言いやしません。面倒には関わりたくないんですから。分かった、ありがとうな。上流、GPS がこの位置で花輪を見失った。何があったか報告してもらう。すぐ寺に戻れ。待ってくれ。花輪は昨夜埠頭を襲ってきた連中にさらわれた。今そいつらからの電話を待ってるとこだ。おい、報告は寺で聞くと言ってる。そいつを返せ。まず寺に戻って報告だ。花輪のいない間は俺がお前を管理する。指揮系統に従え。身の程をわきまえろ。